We'll have divers where they're girls searching for the one and only path. We'll have divers, each of you, your survivor, glorious fighters. お元気ですか、市民の皆さん。麒麟の田村浩司です。広川陽子です。さあ田村さん、最近ね、はい、地震多いなって。めちゃくちゃ多いですよ。関西も多いですし、全国的にも明らかに、しかも、前までと違って、いろんなところで起きてる。そうですよね、はいはい、細かくね、うん、まあ、心配されている方もね多いかと思うんですが、はい、実はですね、政府の地震調査委員会によりますと、はい、今年3月の末以降、京都府南部を震源とする震度1以上の揺れを観測する地震がですね、なんと10回を超えているということなんですよね。僕らがじゃあなんとなくこう自覚したりとか、感じているものよりちょっと多いですよね。そうですよね。そこまでとは思ってなかった、うんうん、はいはい、で今後 1,2 ヶ月は同程度の規模の地震に注意してくださいというふうに呼びかけているそうです、うん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 、気をつけなきゃですよ ね、 ね、 本当にね。どうですか、田村家では何か対策をしていたりはしますか。まあ、やっぱ奥さんがしっかりしてくれてるので、お水を定期的になんか注文して、賞味期限切れたらみたいなことでやったりとか、ライトとかそういうものもなんか、あの、僕東京にもマンションあるんで、 そこにも置いときなさいとかって言って買ってきてくれたりとか、そういうのしてくれますね、はい。うん、まあ、皆さんのお家はねどうでしょうかね、はい、まず、まあ、家具の置き方を工夫したりだとかっていうのも大切ですよね。はい、絶対大事です、ね、赤ちゃんが寝る部屋とかは高いもの置いてないしとか、はい、そういうのは全部やってますね。大事ですね、はい、子供部屋だとか、あと寝室には極力大きな家具を置かないっていうのもね大事だそうですね。うん、その他にはさっきもお話出ましたが、備蓄ですよね、食料とか、はい、飲み物とかですね、はいはい、うん、賞味期限が大丈夫なのかどうか、そうですね、ちょこちょこ確認しないと ね、 そうですよね、言うても切れますからね、うん、はい、あとは家族同士の安否確認の方法、これもしっかりとね、結局最終的には一緒におらないやん、うんうん、別々の場所にいてもお互いの安否がきちんと確認できるような方法を事前に話し合っておくとか、はいはいはい、まあ、ここを集合場所にしようねっていうようなことをお子さんと一緒にこう話し合うことが大事ですよね、うんうん、確かにほんまですね、子供にも言うとかなあかんね、うん、そうか、奥さんだけが把握しててもあかんのか、ね、公園に一人でお友達と、ね、遊んでいるときにっていうこともありえますからね、うん、ほんまやわ。まあ、こういったことを今一度確認しておいてください。やりましょう、はい、サボらない、はい、ね、もう気がついた時にすぐやっちゃうっていうね、はい、ぜひこれを見たらすぐに皆さん確認をお願いします。洗い物と一緒です、はい、それでは特集に参りましょう、はい、今回はですね、吹田で再起を目指す人に密着しました。藤高が行くか、ほら素晴らしいアシストか、そうだ、おー、かっこいいな、やっぱり皆さん、これ何か分かりますか。これは 3x3 と呼ばれる競技で、一般的に知られている 3on3 のルールを国際バスケットボール連盟が整理して世界基準で統一した新しいスタイルのバスケットボールなんです。そしてここ吹田市にも2017年に設立された 3x3 のプロチーム大阪ダイムが拠点を置いています。そんな大阪ダイムに所属するプレイヤー西畝優さん、しかし西畝さん、なぜか大阪ダイムの赤いユニフォームではなく緑色のユニフォームを着てプレーしています。今はちょっと大阪ダイムがコロナとかいろいろ影響があって活動を縮小していて、今は東京ダイムでプレーをさせていただいています。実は長引くコロナ禍の影響により試合やイベントの中止が相次ぎ、今年大阪ダイムはやむなく活動を縮小することに。しかし西畝さんは大阪ダイム復活を諦めていません。また復活は絶対したいと僕は思っているので、復活したら必ずプレーをしたいと思っています。今回は 3x3 を吹田市に復活させるべく挑戦を続ける西畝さんを取材しました。すごいね。東京ダイムに所属する西畝さんは大阪に住んでいます。現在は化粧品の製造工場で働きながら週1回東京での練習に参加しています。すごいな、毎週平日だと
ちょっと仕事早上がりさせていただいて、夜練習に間に合うように東京に向かって練習して、次の日また平日やとこっちでお仕事があるので始発で帰って、朝一からまた仕事してっていう感じになります。すげえな。ちょっと正直大変ですね。けどまあそこまで行かないと、やっぱ試合に出るためにも練習は絶対必要なので、まあ、そこは我慢かなと。自分の好きなことなので、それはもう我慢っていうか分かんないですけど、全然大丈夫です。東京大阪間を往復してまで仕事と選手活動を両立させているという西米さん、そこまでさせる 3X3 の魅力とは一体何なのでしょう。結構 DJ が入ったり MC が盛り上げて喋ったりって、結構陽気な感じの音楽が多くて、クラブの中にいるような雰囲気も味わえます。エンターテインメント性がちょっといいなって思うところがあって、あとはやっぱ5人制と違って時間も短くて、その短い時間に濃厚な時間が味わえるかなと思いますね。一瞬で終わるからね3人制は。現在東京ダイムでプレーする西米さんですが、大阪ダイムでは 3X3 を広めようと拠点である吹田市でさまざまな地域貢献活動を行ってきました。へー。 2,3 年前にもエキスポシティで吹田市の、そこで試合、プロのプレミアリーグの試合をさせてもらったりとか、そこでスクールもあったりとか、こう大阪ダイム拠点吹田市には恩もあるし感謝もしているので、コロナの関係もあっていろいろイベントに参加もできずけど、いろいろイベントを行って参加して感謝の恩返しというか、大阪ダイムが復活したらここ吹田市にも根付くような地域活動を行っていきたいなとは僕は思っています。大阪ダイム復活を熱く語る西米さんですが、実は他にも同じ思いを持つ選手がいます。現在今東京ダイムで一緒にチームでプレーさせていただいている B リーグでも7バンビシャスでプレーしている藤高総一郎さんがその選手の一人なんですけど、藤高総一郎さんはもともと大阪ダイムの看板選手であり、 B リーグのバンビシャスならでも活躍するプロ選手。僕はもう藤高さんのおかげでダイムっていうチームに入れたのはもう間違いないです。そうなんや。へー。ダイムに入る前に一度だけ同じチームでプレーしたことがあって、うん、それを機会にまた一緒にやろうよって言ってもらえて、そして入るようになりました。へー。最初に僕らが出会ったのは大阪ダイムで出会って、大阪ダイムではプレーできないっていうのがなってるんで、今東京ダイムはまあカラーがグリーンなんですけど、大阪ダイムはこの赤色が僕は結構好きで、総一郎さんも赤色が好きだったので、これを着てやっぱ出ないとねっていうのがあるので、まあ、復活させたいのは総一郎さんも必ず思ってますので、僕も思っているし、また次大阪ダイムで一緒にできたらいいなとは結構話したりするので、悔しいなっていう気持ちは聞きました。藤高選手、実は関西大学のバスケットボール部出身、吹田市への思い入れも強く、大阪ダイム時代には地域貢献活動を活発に行っていました。ちなみにダイム公式 YouTube チャンネルでも藤高選手自ら地元吹田市のスポット紹介をしています。皆さんぜひ吹田市に、そしてエキスポシティに遊びに来てください。そんな藤高選手からなんとビデオメッセージをいただきました。こんにちは、藤高総一郎です。大阪ダイムは自分が 3X3 を始めるきっかけとなったチームで、すごい思い入れがありますし、去年1年コロナ禍で、イベントや試合が中止となって、今シーズンは、やむなく、プレミア不参加、活動縮小という形にはなってしまいましたが、またコロナが落ち着いたら、プレミアに参戦し、吹田市を、共に盛り上げていきたいなというふうに思ってます。そしてホームタウンである吹田市は、自分の出身大学があった場所っていうのもあり、すごい思い入れのある土地となってますし、また大阪大も復活させて、共に吹田市を盛り上げていければなというふうに思ってます。これからも大阪大の応援よろしくお願いします。
この日、京都ハンナリーズ主催の B リーグの試合会場に西畝さんの姿がありました。B リーグの試合前に 3×3 のエキシビションマッチが行われるため、東京ダイムの選手として西畝さんも選ばれたのです。嬉しいし、やっぱちょっと緊張しますね。正直しっかり自分の姿、しっかり全力でプレーしているところを見せれたらなと思います。そしてこのエキシビションマッチには大阪ダイムのアドバイザーをしている我らが田村さんも MC として参加していました。言っとったみたい。久々にお客さんの前でプレーできてすごく楽しかったですし、やっぱ五輪制バスケを見に来てくれてる方が 3×3 の3人制を見てくれて、まあ、この機会に 3X を知ってくれたらなっていうチャンスだと思ったので、楽しんでもらえたらなとも思いました。やっぱり、まあ、本当に今日本中でバスケットボールが盛り上がってきてるので、自分の出身地である吹田が絡んで、吹田がホームタウンでとかでバスケが盛り上がるっていうのはちょっとなんかもうね、胸熱なところがあるので、できる限り協力して盛り上げていきたいなと思っております。はい、今日の自分のプレーはズバリ何点でしたか？リアル50点。低っ。久々にこんな大勢の前で来たんで、ね、ちょっとやっぱちょっとね、吐きそうでした。少しずつ着実に広がっている 3×3 の魅力だからこそ、大阪ダイム、そして吹田市への思いはどんどん強くなっているといいます。大阪ダイムとして、その今回のエキシビションのようなたくさんのお客さんの前でプレーをしたいと思いますし、大阪ダイムでプレーすることで吹田市への恩返しにもなると思ってるし、一旦大阪はちょっと休憩って形にして、その次大阪ダイムもう一回できるとなった時のために蓄えというか、ちょっと寝かして一気に爆発させようかなって。 3×3 で大阪ダイムとして一緒にここ大吹田市でプレーをしていけたらなと思います。西畝さんの挑戦はまだまだ続きます。おー、ありがとうございます。本当にかっこいいです ね、やっぱこうやって見るとかっこいいですよね。すごいな、この短い映像だけでもこうワクワクするというか、はい、こう湧いてくるものがあります ね本当にやっぱもうね、一瞬でね、狭いコートでね、決着がつく競技なので見応えはすごいんですよ。もうあっちゅう間ですから。西畝さんも濃厚なっていうような表現をね、はい、されてましたけれども、はいはい、そうなんです。すごく興味が湧きました。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろあって、まあ、活動休止という状態になってるんですけど、チームが消滅したわけではないので、プロを目指す子たちが、5人制のプロにはならなかったけど、3人制があることで受け皿になったりとか、5人制よりも3人制に特性が合う子とかがいるので、やっぱね、この大阪でしかも吹田にプロチームがあるというのはすごく大きな意味合い持ってくるし、オリンピックでも 3X がすごい盛り上がってる、世界的にも広めていきたいというところで、しかもコンパクトで場所もあんま取らないので、ちょっと映像にもありましたけど、マンションの前であったりとか、エキスポシティの中であったりとか、もう本当にさまざまな場所でできるので、で音楽かけながら楽しんで見れるというところでも魅力的なので、うん、はい、見る側としてもすごく気軽に見に行けるんだなっていうのを発見でしたね。大体無料ですし、ほんまにびっくりしますよ、ショッピングモールの中に急にバスケットコートできて、急に人集まってなんか激しい試合してたら、いや、面白いんで、ぜひ見に行きたいなっていうのは思いますね。そういう意味でもやっぱ大阪にチームがある、吹田市にチームがあるというのはすごく大きな意味があることなので、はい、ぜひとも早く復活させたいですね、はい。そして実は5月に世界一決定戦があったということなんですよね。そうなんですよ、はい、これは栃木県の宇都宮で行われまして、これもね、ほんまに世界トップレベルのすごい大会が、かねてから宇都宮で開かれてるんですよ、はい、で今年はオープナーといって、開幕戦
をここでやったんですけど、ここから始まっていく世界で、あ、この後いろいろ渡り歩いてみんなが戦っていくっていうのの最初やったんですけども、これ見てください、すごい場所ですね、はいはい、二荒山神社というね、あの本当に由緒正しき素晴らしい神社の、敷地内だと思うんですけど、この鳥居から境内に上がっていく最初の入り口のところにドーンともうこれを点灯ほど立てまして、もうねめちゃくちゃいい雰囲気なんですよ。もう生で見てくださいしたらね、全員おもろいって言うんですよ。え、こんなおもろかったんやって。次のオリンピックでも確実に注目度は高いので、その頃に大阪ダイムが復活してて、まあパリもうすぐやから時間ないかもしれないけど、復活してて、その大阪ダイムからパリ五輪に出るような選手が、いやすごい、ね、そこ西船選手がとか藤高選手がとかってなってくれたらもうすごい、まあ、藤高選手だって本当日本代表候補選手なので、これはまたこの大阪ダイムの、ね、復活も含めて私たち応援していきたいですね、はい、頑張っていきたいと思います、はいはい、以上特集でした。よろしくお願いします。デリバリー頼みます。今っぽいデリバリー頼みます。デリバリーを頼みます。あ、どれにしようかな。あ、デリバリーを頼む。めっちゃ食べるやん、めっちゃ食べる、まだ、怖い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 。続いては発掘お元気クイズ。このコーナーはお元気ですか市民の皆さん、過去30年間1400回以上の放送の中から今改めて見返したい過去の放送をご紹介し、その中からクイズを出題いたします。すごいですね、1400回ってすごいですよ、やりすぎやろたくさんお宝映像が眠ってますから ね、今回どんな内容の発掘クイズなんでしょうか。いきましょう、発掘お元気クイズ。発掘お元気クイズ、今回振り返るのは2009年6月26日から放送された内容なんですが、いきなりですがここで問題。え、映像見てからじゃないの。この年日本の高度経済成長期を支えたあるものが吹田にやってきました。その輸送プロジェクトを追いかけた内容がこの時放送されました。では吹田にやってきたのは一体何でしょうか。何？全然わからん。あるものがやってきたんですが、どうですか、ちょっと難しいですか。三種の神器と呼ばれた家電家電が運ばれてきた冷蔵庫と洗濯機と。違います。ヒントはですね、はいはいはい、鉄道の町吹田に関連があります、はい、ん、鉄道の町吹田に関連がある、はい、そして今も実は吹田市内にありまして、ある建物の中で展示をされてるんですね。ということは新幹線や。正解見てみましょう。新幹線しか考えられへん。高度経済成長期、昭和30年代から40年代、我が国の経済が著しい成長を遂げた日本に最も活気があった時代です。1964年人々の夢や希望を託され、高度経済成長の象徴とされた高速列車がデビューしました。ほらほら、夢の超特急新幹線です。かつて鉄道の町として知られた吹田に、その新幹線の初代車両、通称ゼロ系がやってきました。いいよね、花丸いというか。ここからは輸送ルートをダイジェストで紹介しましょう、うん、まずは博多総合車両所、ここにゼロ系は保管されていました、うん、この車両実はゼロ系最後の営業を走り切った車両なんです、うんうん、博多総合車両所で分解された車両は博多港へ、
うわーすごいな、これどうやって曲がるのこれ、すげー。運行ルートは事前に調査をしているとはいえ、トンネルを通過する際はこんなギリギリに。すげー。港に到着したゼロ系は大型の運搬船へ。ここからは船で神戸まで運ばれます。うわあん中に入ってんねや、はい、すげー。はー、貸し会場。神戸に着いたゼロ系は陸路で吹田操車場跡地まで運ばれます。その道中にはすげーそう、太陽の塔。中間ね。ゼロ系のデビューから遅れること6年の1970年、日本中が熱狂したイベントがここ吹田で行われました。日本初の国際博覧会、日本万国博覧会です。183日間の総入場者数およそ6400万人。国民的イベントのシンボルとなったのが太陽の塔です。日本の高度経済成長期を物語る2つのシンボルがここに対面です。おーすげー、迫力あるねこれは。すげー、何ゆっくり走ってるやん。そして吹田操車場跡地に到着。その場所は今ケントとして生まれ変わりました。そしてゼロ系新幹線はケントライブラリーに場所を移し、今も多くの人を出迎えています。はあ、そんな行き先でここにあんねや。へえ、面白い。大変長らくお待たせをいたしました。あれ、この声は。ただいま1番線よりゼロ系新幹線光340号光340号吹田行き、まもなくの発車となります。白線の内側までお下がりください。ドア閉まります。ということで正解はゼロ系新幹線、正解でした。すげー、初めての大正解ね、うん、ほんまや。ケントにあるのは知ってたんで、あの展示はかなりヒントになりましたけど、でも実はあれが福岡から来ていた。あんなもうカーブ曲がれんのかみたいな、ね、トラックで運ばれて船に乗っ て、またトラックで太陽塔の前を通過してという、はい、すごいですね。すごいですよね。で実はあの、輸送されてくる映像に密着したカメラマンが、うんうん、あのマジお元気のカメラマン中川さんなんです、マジですか。お大阪ついてからですか。もう福岡から。福岡から。すごいですよね。すげーなー。そんな大役をされていたそうなんですよ。そうですか。で、あの映像とかはその全国の、放送されたニュース番組でも使われていたりとか、まあ、取り上げられますよねこれはね、うん、本当に日本中がこうあのゼロ系新幹線の行方というか、うん、こう旅を注目していたそうなんですよね。見守ったんだ、うん、まあ、やっぱね本当高度成長期で、いろんな人がやっぱ新幹線でありとらゆる経済回してもう働き働きの時代やったやろうから、ねね、みんなそれなりに思い出があるでしょうし、あの新幹線、はい、うん、それがこうねなんか憧れの象徴やったね、あの万博のね太陽塔の前を通過してるっていうのは結構感慨深いもあったんちゃうかなっていう、ね、今の映像を見て懐かしいなっていうふうに思われた、ね、方もいらっしゃるでしょうし、ね、まあ、知らなかった方も改めてねまたケントに見に行っていただきたいですよ ね、 いやね、このいきさつを知って今ここにあるっていうのを見てもらうとまたありがたみが、はい、うん、はい、でもあのスパイシーさんいつもあそこいますからあれ言ったらいつでも常駐で、あれやってくださいって言ったら吹田行き吹田行きっていつもやってくれますからね。いやもう本物の運転手さんのようにもう饒舌でしたね。さすがですね。なんですよ本当何でもできるんですよ、はい、ということでとても貴重な映像をご覧いただきました。最後のゼロ系ですねが展示されておりますので、ぜひ遊びに行ってみてください。発掘お元気クイズでした。ワクチン接種の有無にかかわらず3密を避ける、マスクの着用、こまめな手洗い、密閉空間では換気を行うなど改めて感染対策を徹底してください。
発熱や風邪症状がある場合は出勤や外出を控え、かかりつけ医や身近な医療機関に電話で相談してください。会食を行う際は以下の点に注意し、感染防止対策を徹底してください。ゴールドステッカー認証店舗を推奨、マスク会食の徹底、新型コロナウイルスワクチン4回目接種について、3回目接種から5ヶ月以上経過した60歳以上の人及び3回目接種から5ヶ月以上経過した18歳以上で基礎疾患を有する人か、重症化リスクが高いと医師が認める人を対象に4回目接種を実施します。対象となる60歳以上の人へは順次接種券を発送します。基礎疾患を有する人および重症化リスクが高いと医師が認める人で4回目接種を希望する人は、市ホームページの電子申し込みシステムか郵送での申し込みが必要です。各出張所や各市民センターで配布している基礎疾患者新型コロナワクチン接種券申請書に必要事項を記入の上、地域保健課新型コロナワクチン接種事業担当まで郵送してください。なお、申請受付後3回目接種から5ヶ月が経過している人から順次接種券を発送します。申請後すぐに接種券が発送されるわけではありませんのでご注意ください。新型コロナウイルスワクチン3回目および4回目の追加接種について、市が実施する集団接種は武田モデルナ社製ワクチンを使用しメイシアターで行っています。予約開始日と接種日はご覧の通りです。市コールセンターの電話番号はフリーダイヤル 0120-210-750、 受付時間は午前9時から午後8時まで、土曜、日曜、祝日も対応しています。続いては市内で行われた出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。今回はスポーツに関する話題です。5月8日パナソニックスタジアム吹田でガンバ大阪吹田市民応援デーが開催されました。綺麗なスタジアム、すげえ。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となったガンバ大阪吹田市民応援デー、うん、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の試合を応援しようとスタジアムにはおよそ2万6500人が駆けつけました。関西ダービーでいいですね。スタジアム前の広場には会場を盛り上げようとさまざまなブースが出展、うん、ガンバファミリーランドのブースではモフモフの毛と可愛らしい顔で人気のアルパカと写真が撮れるコーナーや、ウサギやヒヨコなどの小動物に触ることができるコーナーが設けられ、子どもたちが動物との触れ合いを楽しんでいました。いいね。吹田市のブースでは吹田市のイメージキャラクター吹田のガンバ大阪ユニフォームバージョンのマスコットなどの販売やオリジナルグッズのプレゼントなどが行われていました、うん、またこの日はガンバ大阪、大阪府、吹田市が連携してシェアサイクル実証実験を実施。これは試合日の渋滞緩和や CO2 の削減、そして利用者の健康増進に貢献することなどを目的に実施されたもので、吹田市のブースではシェアサイクルの PR も行われていました。どういうふうに使えるんだろうね。いいですね。吹田 G ステージではガンバボーイやガンバチア、チアキッズたちが華麗なパフォーマンスを披露、うん、また吹田市の職員と吹田がガンバチア、チアキッズと一緒に吹田スマイル体操を行いました。いいですね。そして吹田市立西寺中学校の生徒たちがダンスパフォーマンスを披露。最中すごいやん。おー、かっこいい。最後には吹田クワイを PR する曲、吹田クワイを知ってるのヒップホップバージョンを踊り、ガンバ大阪吹田市民応援デーを盛り上げていました。こんなバージョンあったんや。
言うといてよ。おー、うん、すごいですね。いいお天気で楽しそうでした ね。2万人ですからすごいです、はい、久しぶりにね市長のいない、あ、確かにトピックスでございました。はい、ということで、はい、今回の放送はここまででございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。吹田市広報番組お元気ですか市民の皆さん、次回の更新日内容はご覧の通りです。次回もぜひご覧ください。